訓練は静岡県駿河湾沖でマグニチュード 9.1 の南海トラフ地震が発生したという想定で行われ、中部地方整備局や中部管区警察局、静岡県などが参加しました。訓練では100カ所に設置された管理カメラや防災ヘリからの映像などを使って災害対策本部に情報を集約、道路や港湾施設などの被災状況を把握し、対応について指示を行うという災害時の流れを確認していました。